オペレーション003成層圏空港ストラトポート。諸君らの活躍により我々センチネルズの通信ネットワークおよびオンライン戦略システムが回復した。これで地球勢力圏内へ侵入し、全局データ出ます。 SK6108 地区に敵の大規模航空物、ストラトポートに、アリス、地球進路をストラトポートに取れ。全速前進だ。ラジャ、ネルソンのだな。多分ろくに分かってないやつもいるだろうから、今のそうだっち。一度おさらいしておいた方がいいち。宇宙からの侵略軍を食い止めている対侵略者ハイパープラズマシーンマルガリータ、5機のスーパーリアクターによってエネルギーが供給され、その形を維持した。シールドの生命線となるそれらスーパーリアクターは敵に悟られない、それぞれ姿を偽装し、この地球上のいずれかの場所に隠されている。何？だがまさに今、そのうちの一つ、全くだっち、敵に狙われている。何度聞いても身の毛がよだつっち。まさか中枢コンピューターマザープラチナム内の情報が敵に。いや、今のところハッキングされた痕跡はない。あんたから漏れたんじゃないでしょうね、いいちゃん。マルガリータ、才能あふれる一人の若き科学者の尊い犠牲と引き換えに実現した我々人類の盾、彼女の命に報いるために。尊い犠牲。目標地点に到着、巡航モードに移行します。タキオンレーダーに編隊飛行中の成層圏シャトルを捕捉、 SOS を発信しています。シャトルが侵略者に襲撃されている。なんだと。まずい、あのシャトルにはワンダフルワンダブル王。諸君らは直ちに出撃し、侵略者からシャトルを死守せよ。バージンビクトリー号は敵航空部隊を殲滅する。アジャー総員出撃。ラジャー総員ユナイトアップ。ラジャちょっと待て、このガキ、なんで。君はルカ君、医務室で寝てたはずじゃ。うん、なんで俺の名前。え、あ、いや、あんた、手当てはもう済んだの。へえ、あんなのかすり傷だい。そんなことより、みんな侵略者たちと戦いに行くんだろ。お前たちだけじゃ頼りないから、俺が一緒に行ってやるよ。何を寝ぼけたこと言ってやがる。お前みたいなガキ連れて行けるか。どうして。この俺が戦ってやるって言ってるんだ、連れて行けよ。ダメダメダメ、帰ってママのおっぱいでも飲んでな。今から帰れるわけないだろ。それに俺にはもう母ちゃんも父ちゃんもいないの。仕方がない、連れて行こう。おい、彼にタイニーワンダマスクを電車する。周りの者で彼をサポートしてくれ。
前進。ラジャさんたち、もっと気の利いた助け方はないんか？あなたは博士、博士じゃないっちか。久しぶりっち。エキセントリックな目は変わってないっちな。ほっとけ。博士、なぜこんなところに？お前さんたちも知っての通り、ストラトポートのスーパーリアクターが敵に狙われておる。そいつを守るためにある荷物をストラトポートへ持っていくところだったんじゃ。どいつもこいつも何かってと守るだ。さっさ敵の大将をぶちのめさなきゃ。ただ消耗するだけだぜ。まあまあブルー、落ち着くっち。こんな老いぼれに愚痴っても始まる。誰が老いぼれじゃ。まあ心配するな。守るのは24時間、それさえしのげば奴らに人を吹かせてやるわい。本当か、じいさん。詳しい話は無事任務を済ませてからじゃ。
戦闘飛ぶ1号シャトルの貨物室にわしが開発したある装置が積んである。それをなんとかストラト…アジャン!そういった…ラジャン!トラップじゃ。センチネルス、ラジャー、総員前進。ラジャー。で、ここはどこだ？あら、あなたは！みんな、ずいぶん遅かっただな。待ちくたびれただよ。遅いのはお前だろ。どこほっつき歩いてたんだ。ほら、侵略軍が攻めてきてすぐネルソン司令官から博士の警護に行くよい。ネルソン司令官が？そうか、敵の動きを読んで、すでに。でも道に迷って気づいたら天井裏をさまよっていて。じいさんの警護はどうなったの？そもそもわし、お前さんがシャトルに乗ってたことも知らんかったぞい。その空港に来る途中、道に迷って慌てて飛行機にしがみついて。地球連合秘密防衛機構センチネルズシベリア支部のワンダフルワン、イワン・イストチニコフ、アンダーイエロー、今こそ君が必要なんだ。この危機を脱するために。そうか。いえ、そんな、
急に隊長さん、ほらって照れるのは後だ。そうだな、ワンダラーイズイエロー。トーハッハットーハッ。
Fire!
なかなかいい作戦だ。